さんこんこにちはアビットの TJ です今日は MBOX スタジオのとても強力で革新的な機能でもある VariableZ についてお話しします早速始めてみましょう VariableZ は MBOX スタジオのマイクとインストルメントのアナログ入力の機能で供給する入力ソースに合わせてインターフェースの入力インピーダンスを変更することができますこれにより入力ソースのフィーリングや音色が変わり 様々な創造的な選択肢が生まれます。このコンセプトは1 1ラックで TrueZ として初めて導入され、ギター入力時のインピーダンスをパッシブおよびアクティブピックアップそれぞれに最適化することが可能となりました。これは真空管ギターアンプからオーバードライブペダルまで何にでも対応可能です。アビットのオールインワンハイブリッドインターフェースであるカーボンの導入に伴い、マイク入力にもこの機能を追加し、 プロセス変数の名前を変更できるようになりました。MBOX Studio では、すべてのインターフェース、マイクとインストゥルメント入力にこの機能が搭載されています。Variable Z がマイクとインストゥルメント入力の両方でどのように機能するかを詳しく見ていきましょう。マイク入力では、1K、5K、10K の3種類の設定を利用することができ、いくつかの利用方法があります。一つは、ダイナミック、コンデンサー、リボンなど、 インターフェースに接続される異なるタイプのマイクにうまくマッチさせることです。もう一つはマイクの音色を変えることです。高い設定は少し明るくなり、低い設定は少し暗くなります。これによって音源の雰囲気や音を変え、状況に応じて選択することができます。インストゥルメント入力では、22K、32K、70K、90K、230K、1Mohm、Hi-Z の 7つの初期値があります。これらは、ウォールペダルに入力する場合は 70K や 90K、オーバードライブの入力では 230K に設定するなど、どのようなエフェクトやアンプの入力を再現するかによって設定することが可能です。また、それぞれの値にキャパシタを加えた設定もあり、ギターピックアップと真空管ギターアンプの入力の相互作用をさらに再現し、感高かい部分を取り除き、音色を少しだけダークにすることができます。 色々な設定を試して異なる音色やフィーリングがどのように録音時の音や雰囲気に影響するか確認してみてください。マイクまたはインストゥルメント入力のバリアブル設定はいくつかの異なる方法で行うことができます。まず、MBOX Studio フロントパネルのインプットセクションで左のインプットエンコーダーを押して任意のインプットを選択します。マイク入力の場合はインプット1から4。インストゥルメント入力の場合は インプット1と2を選択します。次にマイクまたはインストゥルメントを選択します。これでインターフェースの左にある Z ボタンでバリアブル設定を循環させることができます。それぞれの設定にはどの値が選択されているか異なる色で示されます。また MBOX コントロールソフトウェアでハードウェアインプットチャンネルを選択し、チャンネルフォーカスタブで値を変更することでこれらの入力のバリアブル値を変更することができます。 バリアブル Z はアビットのオーディオインターフェースにとって非常にユニークな機能で、インターフェースに接続するマイクやインストゥルメントの音色やフィーリングに影響を与えることが可能です。次のビデオではギタリストとして Mbox Studio をどのように使うことができるかについてお話しします。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。